どうも、小林です。ちょっと身に覚えがない荷物だと思ったんですけど、ようやく届いたものあったんで、まあ、今回はそれをね開封していこうかなと。これですわ。確かね、去年のクリスマスあたりに注文して、そうそう、10月発送のやつなんですよね、これ。めっちゃ、すげえ、なんか、高級感ありますね。開封式をやっていきますわ。開けてきますか。なんか久々にフィギュア開けるなぁ。本当はね、保存用、鑑賞用とかってね、持っときたいけど、これ前も言ってたっけ、失敗した。ですね、物の値段が高すぎてな、1万5000円だよ。今だったら買ってねえよ。テープも、だいぶ、剥がしやすくなってるね。昔ってなんか、すぐ後残っちゃうテープが多かったけどさ、最近はもうそういう改良されて、剥がすのすごい簡単になったというかさ、箱が綺麗に残るように。おお、いいっすね。あ、いいっすね。ってか、このさ、この状態エロくない？なんか、このモザイクかかってる感じエロくない？めっちゃなんかさ、この状態エロく感じるんだけど、モザイクっぽく感じるからさ。めっちゃ良くない？では開けますか。よし。いや、これちょっとさ、これ多分首パーツ取れるんだよね。きっと多分首パーツ取れるんよね。こういうの怖いよね。こういうの、こういうのがさ、これ一回外したやつすげえ怖えんだよ、俺。立たせよ。とりあえず、ちょっと置いて、とりあえずまあ台座だね。台座を、台座こんな感じ。これちょっといい感じだね。結構しっかり落ちるようになってるね。で、どこに刺すのこれ。ん？あ、ここだね。ここに、こう刺す感じかな。OK。それでこんな感じかな。で、問題の、この、やつを取りたいんだけど、怖えんだよ、こういうの。多分でも抜けそう。抜けそう。あ抜けない。怖い。いや、多分いけるんだけど、怖い。あってはいるんだけど、怖い。硬い。カチカチだ。ああ。よし。OK。で、つけるの怖いんだよ。ほんと、この作業、袋取る作業一番怖い。マジで。ということでね、完成でございますよ。まあ、ちょっとね、うちの光があんま良くないからさ、あんまりよく見えないかもしれないけど。ああ、いいっすね。いや、ほんとね、クオリティ高いぞ、これ。まあ、ついでにね、まあ、下行って、まあ、こう下行きまして、このね、太ももですよ、この太もも。この太もも良いのでは、このムチッとした感じが
よろしいのではないかな。この見えそうで見えないこの感じよ。いい仕事してますね。え、まあ、これをこう、これにこう、ちょっとこれ明かりがちょっと悪いね。明かりがちょっと全然良くないね。まあ、こういってあ、こうこうでこうでこういってこうでこう、あああ、かダメです、限界でした。はい、はい、ということで、まあ、今回は天国のサンタスズヤのフィギュア開封式&レビュー、レビューはしてないな、多分レビューはできてないな。久々のね開封でちょっとテンション上がっちゃってね、なんか大してレビューとかしてないんですけれども、まあ、とにかく天国のねフィギュアはめちゃくちゃ出来がいいんで、今後欲しいのとかあったら絶対予約して買うことをお勧めします。後になってね買おうとするとね、結局販売されてなくてなんかクソ高くなったやつを買わざるを得なくなるんで、ぜひ欲しい方は買ってみ、予約とかしてみてください。ということで、まあ、今回の動画は以上になります。ご視聴お付き合いありがとうございました。